お勉強ラッパー後継ヨガこのテンションで挑戦を。どうも皆さん、明けましておめでとうございます。お勉強ラップの後継ヨガです。ということで、やってきましたね、2014年。よっ、いやーっとやってきましたよ。今年はね、馬年っていうことなんで、もう自分にもうほんと夢中ってね、頑張っていきたいと思います。ヒヒーン。そもそも馬年のね、馬っていう字はね、午前とか午後とかの午って書くんですよね。競馬の馬とかじゃないんですよ。なんでか分かってます？僕も分かんないんですけど、さっき見たら、ヤフー知恵袋に載ってたんで、ぜひ要チェックしてみてください。今回動画上げてるのは、本当に、2014年のマニフェスト。もう本当公約ですよね。公約を言うためです。じゃあもう早速いっちゃいましょう。ドゥドゥン。私、後継王は、2014年、YouTube にて、定期的に動画をアップいたします。いいよ。はい、具体的にはね、第2と第4日曜日の21時に、最低あげたいなと思ってます。え？あ、何あげるかって？あげるか、アップするかですよね。そうですね、本当はお勉強ラップ新作を毎週バンバン上げれればいいんですけど、ちょっと難しいんで、さすがにちょっともう申し訳ないですけど、クオリティ低めで上げます。ただやっぱり定期的に途切らさずにね、やれたらなと思ってますし、で当然新しいお勉強ラップっていうのはやっぱクオリティ高いものを作りたいなと思ってるんで、それはそれでちょっと1ヶ月なり2ヶ月時間をもらいながら発表できたらなっていうふうに思ってます。はい、ということで、最後はやっぱ僕お勉強ラッパーですから、2014年の抱負をラップでもうさらっと表現して終わりたいと思います。じゃあ早速いっちゃいましょう。ビートください。 DJ コケヨー。お、戦国武将ラップのトラックじゃないですか。いいですね。じゃあ2014年の抱負は、じゃあこのトラックに乗せてちょっとだけ歌いましょうか。いきますよ、聞いてください。お勉強ラッパー後継ヨガこのテンションで挑戦をするのがこの2014。この年ってのが起点つーの、悪くないから見てつぼ、押さえた動画アップするから、うまさが揺るがな、だって今年の干支は馬だからさ。お馬さん、お馬さん、お馬さんってなんで運動した後あんなに鼻息が荒れちゃうの？それは君たち人間と違って鼻でしか息をしていないからじゃん。へえ、じゃあもう風邪とかひいたらもうほんと鼻水とか詰まったらもう。それはやばい。鼻水とか本当にダメじゃん。この世で一番怖いじゃん。怖いじゃん。じゃあ風邪とかひかないんですね。そう、コウ君も日頃から健康的なものを食べて元気にしてるね。オッケー、馬刺し食べよ。ダメー。はい、ということでどうでしたでしょうか。後継王2014年抱負マニフェストという動画ですね。はい、ほんとこんなもんですよ。これぐらいしかできないです、ほんと2週間に一遍ぐらいだったら。ということで、こういう感じで上げてきますんで、ぜひともチェックしてみてください。チャンネル登録ぜひしてね。では2014年みんなで楽しんでいきましょう。後継王、これ果てしなくダサいな、これなんか変えらんねえのかな、めっちゃダセんだよ。